ということでやってみたいと思います。はい、ということで終わりましたね。リプレイをね見ながらやってましたけども、じゃあこれで今はとりあえず、1位だったんですね。初級で1位でした、オートマだけどね。じゃあこれを中級で、中級までやったら多分いいぐらいのね時間になるからね、中級やりたいと思います。場所はここ、同じ時間カードを選択してオートマチック中級。まあね、マリオカートをやってるぐらいだからカートはやっぱね僕に。Thank you.
ファステストはゲットできたけど。なるほど。まだまだですね。だから55秒台、55秒、53秒ぐらいってことですよね。ね。いやー難しいね。ラプチャート、ラプチャートは割とよくは、僕は今10何番だっけ。あ、いた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 、こいつか。あ、そんなに、あ、ラプチャートは順位か。じゃあ関係ねえよねえ。いやー4位か。なるほどね、難しいね。はい、したらもう、お、アチーブメント、プレイ時間が6時間を超えました。やったぜ。まだ6時間しかやってないんだね、僕ね。やっぱ走り込まないとね、やっぱ上手になれないね。時刻が3時36分ですね。はい、この後ね、動画、編集してみたいなことをやってるわけですね、普段。はい、ポールポジション、スポーツモードでのみ。ドムです。レースエントリー、タイムトライアル、ライブレポート。レースエントリーだけちょっと見てみようかね。あ、そうだ後でやっときますね。グランドセントラルは、クリアしたら買おうと思いますね。あの車は、ドライビングスクールをクリアしたら買おうと、1台買おうかなと思っております。はい、こんな感じでね、動画にしてみたら割と短いかもしれませんけども、15分ぐらいかな、わかんないけども、はい、こんな感じでまたね、やってみたいと思います。次は中級で勝ちたいですね、どうにかしてもっともっと練習しておきたいと思います、したいなと思います。はい、そんな感じで今回は失礼したいと思います。また次の動画でお会いしましょう。またね、バイバイ。